皆さんこんにちは、あや部長です。先週の日曜日に漢字検定の日に漢字検定やる前に、ちょっとお台場でゆっくりしてきて、お台場のお土産コーナーに行ってきたらなんとたまたま、不思議なお菓子を買ってきたんで、紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃん。激辛クッキー入りお台場サバイバルクッキーです。激辛確率、これ骸骨がついてる、絶対やばすぎ、やばいでしょ。もうはーって出して、辛すぎるっていう感じがしますね。なんとこれ12分の2が激辛確率らしいです。これ12枚のうちに2枚が激辛らしいんです。いやこれ激辛だったら普通やばいでしょ。まあ僕もね、辛いもの挑戦してみたいよ。男はね、辛いもの負けちゃね、ダメなんだよ。まあ俺も辛いもの食べたくて好きなんだよ。まあ早速ですが、これ開けていきましょう。いやこれ、これね、お土産買った時に友達連れてって、なんかゲームすんのにもとてもいいかと思いますし、確かに、あーってすごいなりそうですよね。中身、ここオープンしないといけないのか。オープンザクッキー。これなんと袋から開けてみたら袋状ですね。一つ一つ梱包されていて、やっぱり一枚一枚すごい丁寧に梱包してくれたのはとてもありがたいし、本当にどんな辛さか甘いものかすごい楽しみだし、なんか帰る時うってなりそうなこともありますが、まあこれは楽しめますね。まあ早速ですが、食べていきましょう。まあ早速皆さんが、1枚ずつ、クッキー食べていきましょう。まず1枚目から開けて食べます。もしこれさ、1枚目でさ一発で辛いもん出たらさ、ほんとマジで衝撃的だっていうふうに思いますね。ではいただきます。甘くてなんかバター風味と甘い感じがしてとてもいいクッキーですね。で2枚目、なんか甘い感じはするんだけど、なんか口の中が辛くなってる。あれあれ結果といいの、まあ辛みはきてんですけど、なんかあんま2枚目としてはなんか激辛ではないですね。なんかスパイシーな感じがしますね。で3枚目セーフ。4枚目、そして5枚目セーフ、そして6枚目セーフ、7枚目、
セーフで8枚目あと残りこれ含めれば5枚です。やばい、なんかこれセーフと言いながらなんかアウトじゃん。やべえ、辛っ、辛っ、やばい、辛いよ、やばい、辛いの1枚目ですごい辛くなってんじゃん。うっそ、いやもう、もう舌のと、もう口のところ結構きてんだよ、なんか辛い成分が。もうやーべえ。まあ激辛には近いんだけど、そんな大きな激辛ではないですね。まあ激辛よりはちょっと辛いぐらいが辛いぐらいですね。まあこの前のわさまよ焼きそばや担々麺の焼きラーメンよりは全然辛くないです。まあこっちがなんか激辛なんだけど、辛さが、僕にとっては控えめですね。はい、そして9枚目はい、10枚目11枚目ラスト1枚いただきます。ラスト1枚もセーフ。はい、激辛お台場サバイバルクッキーいかがだったでしょうか。まあ本当に辛いものを食べると本当に辛いものが2枚ぐらい入っていて、なんか甘いものを食べ辛いものを食べた後に甘いものを食べるとやっぱり辛さが全然止まんなくて、やっぱり甘いものがずっと辛いものに続いちゃうこともあって、まあ、そんなにも激辛ではないんですけど、結構食べ終わるまで、辛さが続きました。辛いものが好きな方、チャレンジしたい方はぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。